誰だ、お前ら。あ、これは多分だよね。髪の色同じだし当たりなんじゃね。おい、何をこそこそ言ってやがる。兄の方は随分と柄が悪いようだ。ヤサ男に兄と呼ばれる覚えはないが、お前たちエドナを知っているのか。傘を持った女の子ならここに来る前に会ったけど。会った？近くにいるのか。俺はあいつのそばにいるわけにはいかない。船のことも気になるし、早いところ帰り道を見つけないと。待て、妹と合流しないのか。なぜ。死神の呪いに巻き込むことになるからだ。あんたなんかかっこいいな。こんなことならあの子にいろいろ聞いておくんだったぜ。勝ったら一つだけ質問していいとか。ひょっとしてあんたの影響か。お前たち、あいつに何かしたのか。一勝負させてもらった。つまりあいつに手を出したんだな。構えろ。妹の敵は許しておけん。お前ら生きてこの場から去れると思うな。ちょっと落ち着いてよ。あの場合は仕方なかったっていうか。兄とはこうしたものだ。兄さんも私が泣かされるとよく飛び出していった。サラは落ち着きすぎだから。とにかく応戦だ。来るぞ。あの子も話を聞かなかったけど。理不尽なんだろうな。いいか、多然に不正だろうと挑みかかっている。貴様も戻ってきた。どんな戦力でいけそうだ。逃げたらダメだ。
ぞ。ヤマテロール輝く人に再生の力となる。打ち抜いてやろう。マジック、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 まだまだ行く。ぶっ潰してやる。信頼漏洩客、てめえの息吹ワイスだよ。ビル精霊力を叩き込む。ここまでの打ち込む。行けるわ。体を作るぞ。この効果を振らせ。この肌よ、どこのことか。魔人剣フォルス来るか。何しろ本気。ロー、エドナの力を思い出して。おい、セルフレトレーザー、この元に。おい、後で来るね。マジック、マジック、覚悟はいいか。火力、攻撃を全力で仲間を奪った。今お前を殺すための死の口より呼び戻さる罪の一手だ。暴力なんかに。今のあれが死神の呪いなのか。やめろ。どんどん引っ掛けるがいいよ。グランドだけマジック。マジック、切り裂け。ここまでだ。まだまだいけるぜ。はあ、倒れろ。ぶっ飛べ。マイク、攻略を開くぞ。どうなってる。攻撃を開くぞ。攻撃を開くぞ。メグルの光を開くぞ。マジック、マジック、マジック、まだまだいけるぜ。マジック、マジック、マジック、倒れろ。これは温存。心の壁を奏でよう。
くのはいいか。輝く力となる。輝く力とはいらねえ。今お前を殺すための。逃げた。逃げるよ。罪の一手だ。というわけなんだ。なるほどな。つまりあいつが望んだから勝負をしたと。納得していただけたら何よりだ。事情は分かった。お前たちの腕も分かった。言い分は信じてやろう。だが手を出したことは許せん。まだ言ってる。それとも俺が近くにいたせいで死神の呪いが向かったのか。その死神の呪いという法則だが、この世界が混ざり合った場所では影響はないように思う。この場所の基盤はあくまでも我々の世界だからな。なるほど。それならもしかすると、いや、妹に会うのが気まずいのか。お前たちにはこれをやる。俺は俺の好きなようにやらせてもらう。まだまだ鍛えねえとな。